どうも、田です、えー、先日ねあのー、僕の YouTube の広告収入がひどいことになっているっていう動画をアップしたらあのー、ヤフーニュースに取り上げてもらってですねえー、っと結構話題になりましたありがとうございますはいもうなかなかですねヤフーニュース最近載らなくなってきたけどもやっぱみんな好きですねあの YouTuber のお金事情とかあとは YouTuber が、えー、なんていうのこのこ落ちていく様、没落してい、えー、く様をですね、皆さんあの見るのが好きですね、落ちぶれていくのが。はい、そんな感じで、<laughs> まあ、プギャー飯馬っていう感じでしょうか、あのー、ね、結構、その、えー、っとツイ、X とかでもね、あのー、もう柴田きついだろ、みたいな、おわこんだ、みたいなコメント欄も盛り上がっておりまして、いやー、よかった、はい。 今後もですね僕が落ちていく様をですね皆さんにあのお見せし続けていき,いきたいと思っておりますはいで今日は僕の話題じゃないんですけれども他 YouTuber 他ユーチューバーはどうなんだろうなということでえー、っと僕のまあすごい付き合いが長いそして皆さんも大好きな YouTuber ヒカくんの話をしようと思います はい。まあ結論から言いますと、ヒカルくんもどうやらめちゃめちゃ収益が下がっているようですね。はい。まあ彼のね、あのインスタグラムのストーリーとかでもちょこちょこと発信してるんですけども、なんかいろんな事業に手を出して、で結構なんか収益が下がってるとか、その経費を使いすぎちゃったみたいなことを言ってますよね。はい。で、 それを裏付けるものというか、えー、っとあ本当にやっぱ光く君って金ないんだなって思った一つの出来事がありまして、まあ、それを皆さんに共有しようかなと思います。はい、<laughs> 話はちょっと飛びまして、えーっと、去年の12月にレクサスがミニバンを出したじゃないですか。いや僕,は僕ね、あの知らなかったんですけども、去年の12月に、えー、っとレクサスが、ね、ミニバンを出してるんですよ。 えー、レクサス LM ってやつで、ね、まあ、アルファードみたいな、えー、っと、まあ、形。アルファードっていうよりかは、あれ、ちょっとなんかね、このグリルとか見るとちょっとデリカっぽいですけども、D5 っぽいけどね。まあ、レクサスがミニバンを出したんですよ。で、これがね、えー、っと、グレードは一つのみで、発売価格が2000万円。で、これ、内装がすごくて、 これちちょょっっっっとと貼貼ききまますすかか公式ら使っていい写真がどうか分かんないけども、まあ、こんな感じでもう超でっかいね <laughs> 横長のモニターがついてたり <laughs> あとはその下に冷蔵庫とかがもうついたりしてるらしいで運転席の前の2席と後ろの席はパーテーションでもう区切られているとえ仕切られているという感じでもう完全に運転手付きの金持ちが乗る車ですよね。 で、そうレクサスのさえー、っとミニバンが発売されてこれめっちゃいいじゃんと思ってうんただまあ俺もレクサあ俺もねアルファード1 <laughs> 台あるんだけどもでそれをファミリーカーにしてるんだけどさすがにねファミリーカーだから子供があの後ろの席に乗るじゃないですかってなると運転席と後部座席が仕切られてるのがまあ、不都合がすごい多いからね だからファミリーカーとしてはあまりその使えないなとは思ったんですよただこのレクサスね俺乗ってみてえなーみたいな思ってあのぜ、ー、ひともね光くんにね買ってほしいと思ったのよで僕光くんにあの LINE、ー、<laughs> を送ったのこれ光くんに LINE 送りまして このレクサス LM が出たよっていうね、記事のまあスクリーンショットとえ、レクサスがミニバン出したからこれ買ってみて、冷蔵庫ついてるって。<laughs> で、ヒカルくんだったらさ、これポーンと買ってくれそうじゃん。で、レクサス LM 買った、その動画、あの、載ってる動画とかさ、出してくれそうじゃん。なら、俺そういう動画見たいなと思ったから、ヒカルくんにこれね、送ったのよ。これ出たから買ってよって。そうしたらね、ヒカルくんがね、<laughs> 返信が来て、昨日。 はいじじゃじゃん「アルファードで十分なので、えー、やめときますわら」っていう返事が来たんですよ。えい、ー、いや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 い,い,いやないわひかるないわいやこれまでのひかるだったらね一瞬で買ってますよ。 しかも、ヒカルくんめちゃめちゃアルファード乗ってるじゃないですか、移動でね。で、それより、快適になるってことでしょねえ。いや、絶対、そうね、3年前のヒカルだったら絶対買ってるよ。それが何アルファードで十分なのでやめときますって。そんなね、十分って言葉を使い出したら、車なんて、ねえ、そろそろね、NBOX で十分だから。 ね、N ボックスで十分広いしあの移動できるんで十、ね、僕は N ボックスで十分なのでアルファードいらないですって話になるからねだからもういやそれってオーバースペックでしょそんだけ豪華でどうすんのそんだけ、ね、排気量があってどうするのみたいな、ね、そんな高性能なエンジンでどうするのっていうなんか無駄に無駄を無駄なんだけれどもその高級品を積んでるところとかすげえハイパワーなものを積んでる ところに男はねロマン心くすぐられねで車を買うわけじゃないですかより良い車に乗りたいと思うわけじゃないですか十分なんて言い出したらマジでねあのー何でも同じなんですよ車を追求するとかいい車に乗るあの理由がないんですよ。ね光の口からね「アルファードで十分なのでやめときます」ってこんなダサい言葉をね ヒカルの口から聞きたくなかったヒカルはですねあれですよあの詐欺師の飯田にあのー、悪徳、えー、違法ポーカー開催者の、えー、飯田に騙されてですね事業で失敗してもう金がないんですよお金がなくなったヒカルはもうカッコ悪すぎるっておいザーコザーコヒカルザコもう買えないの お金なくて2000万のレクサスをミニバン買えないのザーコもうあれねベンツベン,ベン,ベンツーベンツベンツベ,ベンツベンツってもうダメだなもう,もうね2000万のレクサスにビビってるぐらいだったらもう俺たち金持ち YouTuber はねもう歌っちゃダメだよあのー、もう没収ですねあの歌ははいっていう感じで ヒカルがね、レクサスをね、買わないんですよ。これ、ダサいって。で、アルファードでいいんでしょなんだったら別にね、あの、レクサスじゃなくてもね、グランエースでもいいじゃん。ねえで。金持ちなんだから、普通の人が乗らない、買わないような車を買ってこそでしょう。それがなんだ買うものといったら、えー、遊戯王じゃなくて、なんだ、ポケモンカードか。 ポケモンカードのオリパ何十万って言って、金の使い方がね、耳っちいんだよね。ああ。いや、俺はね、ヒカルにレクサス買ってほしか、レクサス LM 買って俺を乗せてほしかったよ。ただヒカル君は、もうお金は、ないそうです。レクサスを買うお金はもうヒカルにはもうないそうです。ああ、ああ。がっかりだよ。雑魚だよ、雑魚。雑魚。ね。 いやーっていう感じで、まあ、この動画を見てね光くんがもしちょっとイラッとして悔しいなって思ったんだったらレクサス買ってくださいはい俺いいんじゃないよ自分で買ってであの乗る動画を見せてほしいこれに俺人金高級車乗ってる動画みんな好きなのよっていう感じで、あのー、光くんぜひこの動画を見たらねレクサス LM を買うように自分がお金持ちだと、ね、まだ言うのであればちゃんと買うようにはいそんな感じで えー、柴田だけならまだしも、えー、金髪起業家光るまでもう最近は、ね、こう収入が落ちてですね苦しい状況になっているそうですよという情報を皆さんに共有しました柴田でした。